途中で諦めてしまったらそこで終わりジェンドおはようございます関野康弘です本日も名言を取り上げていきたいと思います本日の名言はですね松下幸之助さんの名言でですね成功するということは途中で諦めず目標にたどり着くまでやり抜くことだ ってことで、私ちょっと今、こちらの方に、今日から移動しまして、えっと、ここにですね、えー、文字を出すために、ちょっと空間を開けています。今までね、横に流れているメッセージだったんですけれども、それだとちょっとわかりにくいかもしれないということで、えー、試しで、えー、こちらにちょっと黒板なり、何な,なり出してみて、そこにこう、ね、文字を出してみる形にしたいと思っています。松下幸之助さんって言えばもう有名な方ですよね。えー、今のパナソニック。 松下電器とか松下電工ですよね。なんかを作られた方でですね。晩年なんかは PHP 出版ですよね。なんかも作られて、ものすごく成功された方ですけれども、まあ、あの、俗に言う経営の神様と呼ばれた方でですね。もう、この助さんが亡くなって30年近くなるのかなえ小之助さんって実はそ長生きされたんですけれども、 でも実はえ体が弱くて、えー、小学校しか出てない方です。それでもね、えー、あれだけの大きな会社を作られた、今のパナソニックのね、静江を作られた方っていうのはすごい方だと思いますし、コンドスキさんの名言でも言われている通り、成功するということは途中で諦めず、えー、目標にたどり着くまでやり抜くことだ、ね。目標を持ったらもうそこまでがむしゃらにやり続けること。えー、途中で諦めたらそれが失敗だと。 いうことですよね。私もこの動画で何回もお伝えしていますけれども、途中で諦めてしまったらそこで終わり、ジェンドになりますけれども、諦めなければ目標まで何とかして、がむしゃらにでも、は、まあ、いつくばってでも、えー、到達する方がおられますので、そういう方をね、見習って私もやっていきたいと思っています。もう、こうのさんでもそんな感じですよね。 何社も何社も成功されて大きな会社になってますけれども、目標を持たれてやっぱりやられた方ですよね。水道哲学だったかなちょっと、えー、これはね、えー、名言の方なので、また経済学の経済人の方では、また、えー、そういった詳しいお話はさせていただくんですけれども、水道哲学ですよね。水道の水のごとくたくさん物を溢れさせて、みんなが使えるような状態になれるような社会を作りたいと。 おっしゃって、えー、松下電器、今のパナソニックを作られた方です。私もですね、そういったね、目標、この名言がですね、経営者の方と一対一になってるんですけれども、それがやっぱり紐づくような形を作っていきたいと思います。本当にですね、今この、こんな状況でですね、コロナウイルスもいつまで終わるかどうかわからない状態ですので、本当にね、 自分の目標を、こうしたいんだっていう目標を持ってね、一人でもそういう方を私の中から、この名言の中から作っていきたいと思っています。このすけさんみたいにね、本当にえ私も、小学校の頃は体は良くて大変でしたけれども、なんとかこの年までえ生きてこられて、体無事で病気もせず、なんとかえ生きてる状態です。このすけさんみたいに、 頑張って目標を持って大きな会社とは言いませんけれども一国の一条が持てるような人間になりたいと思っています、えー、本日も一日よろしくお願いいたしますご視聴誠にありがとうございます概要欄の方にですね本日の名言と朝七時に届くメルマガの登録がありますので メルマガの方は登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。